あ、ここやん。あ、俺向こうから来たわ。はい、皆さん、おはこんばんちは、なったりです。はい、今日のツーリング先はですね、大山の方にですね、ツーリング行きたいと思います。今日はですね、ある人とツーリングということで、今ですね、集合場所の方に向かっております。はーい、ラジオ5で到着。いや、バイクを。じゃあ行きましょうか。行きましょうか。じゃあ無事カズさんと合流して出発ですね。はい、とりあえず一発目はあれですね、お昼ご飯を食べに山際ちゃうわ、山山岡へちゃう、山なんか山木か山地みたいな。ああ、そうですね、そこ行って昼前焼きそばを食べに。はい、昼前焼きそばなんか僕7、8年ぐらい食べてないですよ。マジですか。焼きそばシリーズってなんかちょっと焼きそばは違うんじゃないかなみたいな。まあね、今回はどんなものか。あ、でも昼で意外に食うところで味違いますよ。あ、本当ですか。はい、まあ、とりあえず昼でまでどんどん向かっていきましょう。はい、はい、到着です。あー、すーごい高速乗りすぎて感覚が、教習所の校内走ってみたいな感じで、もう錯覚で、それぐらいの錯覚が。いや、そうですよ、なんか止まってるなーみたいな。10時半オープンなんで、まあ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 、早めの昼飯になりますけど、後の行動を考えるとね、早めに食べるに越したことはないと。いやー、桜ほんま綺麗。あー、咲いてますね、よかったです。ね、もうつぼみやったらどうしようみたいなあー、ここら辺っぽいですね。いや、もうおるやん。おるよ、バイクおるよ。よいしょ。どれがおすすめなのか。これでしょ。朝膳、昼前焼きそばの定食。はい、以上でよろしく。大変お待たせしました。ありがとうございます。どうぞ食べていきましょうか。いただきます。朝前焼きそばですね。はい、僕昼前食べました。美味しかったですね。食べ過ぎてお腹苦しいっすあ、タレですかね、やっぱり独特のタレ。美味しかったですね。ね、あ、タレだけでも売ってました。はい、じゃあ次はあれですね、桜並木を見に間違えずに曲がっていけるか。いや、簡単、うん、あ、ここやん。あ、俺向こうから来たわあ、これっす、これ鳥居っすよ、鳥居。しかもただこれ鳥居が、ほんまや、これが日本一の鳥居だそうです。へえ。白鳥居、はい、日本一だそうですよ。あれ昭和19年って書いてますよ。すげえ。今から行くところが茅でできたお家みたいなところで、はい、まあ、ちょっと雰囲気がね、良さげなとこなんで。今日は写真家響きがいないんで、我々ど素人どもがね、力を合わせてどんな綺麗に撮れるかってのを見せつけてやらないといけないんで。見とけよ、お前、イニシエのポンコツでもお前、いい写真撮れる、味がある写真が撮れるからね確かね。もうなんか山がすごいので、ね、野焼きしたんですかね。見たかったな。ね、いや、多分昨日やってるんちゃいます、昨日が。でも最近やと思いますね、なんか裏煙出てたんで。撮っといて。はーい、鳥取。ほら、あれ大勢、もしかして雪じゃないかもしれないですよ、あれ。いやー、ね、雪でしょう。雪っすかね。はい、まあ、今日今週中ぐらいにも満開でしょうね。おぉ、CB ばっかりよしかも数歩はでも1台ボルドール、なんか変わった、いましたね、あれね。はい、俺インスタフォローしてると思いますね、多分。あ、本当ですか。いや、のどかですね。ね、
コンビニ行くわー言うて出かけたらなかなか帰ってこられへんと。いやーそうですね。ちょっと原付きでは行けていかれへん距離ですね。ですね。あ、これ左、これ左ですね。これ左か。ここ左ですね。あの小屋みたいな。ああ、そう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 。あ、ね、あ、そうそうそう。あの小屋と大勢、ちょっと風情があると思いませんか。すごいですね。これはどう撮ろう。はい、いや、いい感じのとこやったな、ここやっぱ。いや、次は地域奥大勢に向かっていきましょう。はい、まあね、大勢はね、もうどうもおすすめなんでね、みんなやっぱりあのメインのあの買いかけ行くんでね。そうですよね。はい、僕もどっちかってそっちですから。自分であんまりね、買いかけはトラックしか取らないです。基本横移動は全部農道で。農道でこれか。いや、分かりづら。ただアスファルト灰で置いてるだけやけ、これ。いや、ほんとそうっすよ。とちょっとやん、頑張ろうや、ここ。どんな時間なかってん。やりきってくれ。いや、ほんとに。おー、バイク多いな。どこ止めよう。あ、バイク置き場ってあるやん。ラッキー、止めれんちゃいますか、これ。あ、左遷。まじね。こっちにもあるよって教えてくれてました。あ、そうなんですか。はい。次お寺の方に向かっていきましょうか。はい、金持ちじゃなくて何て読むんでしたっけあれ。あ、違いました。いや、金持ち寺じゃなかったと思います。なんか読み方が違ってたと思いますね。あー、何寺やろ。なんか金も寺、金も寺。なんかもっとなんか嫌な言い方やな。金も寺って。金も、とりあえずね、ほんま宝くじの一等が当たらん限り俺はCB もう一台買えないんでね。ほんまやったらサマージャンボで当たってるよってやったのにな。あー、で限定モデル買ってみたいな感じですか。うん、これは日帰り用のツーリングやったのにな。あー、みんな金持ちのために行きたんか。はい、いいでしょ、そんないっぱい来ないでしょ。あ、当てました。金持ち神社です。金もう金持ちって感じ、金持ちって感じ。行きましょう、皆さん。頼むと行きますよ。僕のやつあるんですか、これ。俺帽子取ってへんさ、お辞儀もしてへん。ああ。俺今から野原さんこの階段を見て引きましたからね。そんなことしてるから宝くじ当たらないです。このね、歩幅の吹き取った階段がね、一番見たくない。カモチ。あー、そうですね、やっぱカモチですね。金持ちですね。カモチ神社ですね。はい、僕らずっと嘘ついてましたね。金持ち金持ちって。金に貪欲なのがバレてしまうっていう。じゃあ次は道の駅の方に向かっていきましょうか。そうですね。はい。海鮮桜の。はい。おー、でも散ってそうっすね。雨ですね。はい。すごい、飛べて書いてます。はい、書いてますね。だからもう道の駅に止めて行きましょうか。ね。うわ。微妙。咲いてるっちゃ咲いてるけど、まあ、咲いてるんですよね。しだれ、もうここまで来るたら全部枯れてしまえぐらいの。枯れてしまえ。ああ、なんか、まあ、一応咲いてるな、咲いてるな。大丈夫だ、あるか探したいですね。はい、ダメね。お、すごいクロシックやな。ね。まあ、近くにあるじゃないですか。あんだけショックを受けてたんでね、なんかね、知ってたんで。よかったっすね、ほんまでも。ちゃんと桜が。はい。なかったらないっすよ。なかったらない。あー、なかったらもう泣くだけですね。いや、綺麗でしたね、凱旋桜。あの、表の下り桜は終わってましたけど、奥側はね。はい。いい感じでしたね。いや、まあまあ大仙の南側ですかね、蒜山を中心に。だいぶと楽しめたんちゃいますか、今日。ですよね。はい。あとは湯原温泉の方から高速乗って帰る感じですね。もうそろそろ高速駅から閉めとこ。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。
またチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。ではまた皆さん次の動画でお疲れ様です。お疲れ様です。いやまあ僕らついた時ねみんなバラバラなんかなと思ったらみんな一緒やったっていう。どこにですか。上だよ。そのバラバラの配置でみんな一緒やったから。なんかすごいトリックでしたねあれ。ってことは 俺らはあの団体の間にマイクを取れたっていう。なかなかヤバいやつらですから ね。あれは悪いです。僕ら悪いんですよ、ね、どう考えても空いてるなと思って止めただけやのに、まさか周りが全員ね違うグループやったとはね。